実際に稽古をつけてみるっていう、この沖縄の民謡、弦を弾くと力入ってます。木の材質によってやっぱ廃材、はい、いつも流活中で三線を演奏しております棚原健太です。今日はですね、実は新しい企画をちょっと考えてきまして、名付けて三線チャレンジ企画ということで、三線の初心者健太郎を呼んでですね、リアルに稽古をちょっとしてみたいと思います。どうぞ。あ、こんにちは。失礼します。こんにちは。よそよそしてですよ。そよそ。でもめっちゃ違和感あるね。あるね、なんかね。三線奏者の高井健太郎です。よろしくお願いします。なんか以前から健太郎が少し三線をチャレンジしてみたいということで、まあ、実際に稽古をつけてみるっていう企画をやってみようかっていう話があったんですけど、うん、ついに今日実現しました。実現しました。まあなんかせっかくね、こう YouTube やってるから、なんか自分三線はやってなくて、で大学の授業で少しこうやったんですけど、うんうんうん、すごいまあ奥が深いなっていうのと、難しいなっていうのと、うんうん、見てるほど簡単なものはねえなと思いましてですね。はい、なるほど。よくあの視聴者の皆さんコメントとかで、例えばコンクールの稽古してるんですとか、うん、この動画を見て三線を始めてみようかな、う、ね、あとは再開してみようかなっていう視聴者の方々もいましたので、うん、今日は健太郎がその初心者代表として、ね、はい、初心者代表として頑張ります。まあ、難しく思う点とか、はい、あの疑問に思う点っていうのを初心者の観点からご質問していただければと思います。はい、じゃあ三線をしてください。こちら一応師匠にもらった三線でですね。おお、師匠にもらった三線で立派な。まあでも、うん、あのぶっちゃけ今も金の組踊りを OB 生と一緒にやるときに三線をやるんですけど、まあできないできない、うんうん、すごい難しいなっていう。その金の組踊りの指導では、うん、立ち方も三線奏者も、うん、三線も唱えも、うん、所作も全部やるっていう、うんうんうん、そういう勉強会がありますね。なのでそこではまあ使ってるかなぐらいの三線です。うん、どうですかこの三線は。あ、立派ですね。三線って革に、まあ、錦蛇の革が貼られているんですけど、うんうん、あの物によっては人工革って言って、まあ、破れない少し布を強化した革が貼られてるんですけど、はいはいはい、これはもう本物の、三線 で、はい、結構丈夫な作りとなってるのではないでしょうか。でこの三線チャレンジ企画ではですね、いくつかシリーズでちょっとお届けして、まあ、最後にはこの沖縄の民謡アハブシっていうのを最終的に仕上げていくっていう企画にできればいいかなと個人的には思ってます。なんかこう飲み会とか、うん、沖縄のことを話してる時に芸能やってない子とかでも、うん、三線弾けるよみたいな、うん、アハブシなら弾けるよみたいなっていう子が結構いて、うんうんうん、あ、うん、そうなんだ。学校の授業とかでよく弾かれるんですよ、沖縄県内の、うん、まあ、入門曲としてよく演奏されるかなっていう曲です。なるほど。はい、では実際にちょっと基本から、はい、あの教えていければなと思っております。はい、まずですね、三線、こちら三線ですね。簡単に説明しますと、こちらは500年ぐらい前に中国から渡ってきた沖縄の伝統楽器です。で、ここの黒い細長い部分を棹と言ってまして、うん、素材は黒檀とか、フギとか、うん、まあ、いろんな素材が使われているんですけれども、うん、昔は黒檀、黒木っていうのが使われておりました。うん、で、こちら下に見えます丸い部分を胴と言ってまして、うん、まあ、あの先ほど言った通り両面に錦蛇の皮が貼られてます。うん、で、実は中が空洞になっていて、ね、弦を弾くとこの空洞に音が響いて音が前に出ていくっていう作りになってます。うんうん、はい、はい、早速質問なんですけど、はい、その竿でいろんな木を使ってるって言ってたじゃないですか。うん、木の材質によってやっぱ音の感じとかも変わるもんですか。あ、違うと言われてますね。あの自分のものは実はアフリカ黒檀っていう感じ、あまりないんですけど、すごい硬い素材を使ってます。硬い素材だとパキッとした音が出ますし、なるほど、シャープな感じになる。うん、で、あの八重山黒木とかは、うん、三線職人の方に聞くと粘り気、うん、あのしなりがあるので、はいはいはい、柔らかい音が
出るっていうこともあるので、素材によって音は様々かなっていう感じですね。なるほど。がその空洞っていう面では、うん、自分もともと和太鼓やってたんですけど、あその音を響かせてっていうのが面白いなと思って、うんうんうん、であのこの革の張り具合とかでも全然音が違って、あそうなんだ。古典の奏者とかは結構ガチガチに張って、うん、やっぱり単音単音をしっかり舞台お客さんに届けていくので、はい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 、結構張りは強くしてます、うん、なんか成瀬さんとのコラボの時にすっごい音が違うなっていうのにびっくりして、うん、ケンタの三振とかシャープな、うん、こう単音それこそ今言ったような単音が聞こえて、うんうん、成瀬さんのはこうなんかポンポンポンっていうちょっと打楽器のような、うんうんうん、なんか温かみのあるようなそうだね、はい、音で丸い音がした、うん、民謡の三振とかは逆に歌の抑揚に、うんうんまあ、そう柔らかい音が合ってるんですけど、うん古典とか単音をしっかり響かせていくときにはちょっと三振の音もパキッとしてまっすぐ音を出していくみたいな感じで、そうですね、まあ人それぞれですけど、うん好み、はい好みですが、傾向としてはジャンルによって三振のこの針の具合っていうのが、なるほど、はい、はい、ステップ1、はい、三振の持ち方なんですけれども、まず三振をですね右ももの上に胴を乗っけてください、はい、ポンとでしっかり安定させるようにしてください、うん、胴は前に向くように、はい、これがこう前に倒れたりとか、うん、少し後ろに寄ったりっていうのは、うんダメでしっかり上で安定させる、はい、でこの三振のですね上に少しくぼんでいる場所があるの分かりますか、うん、こちらのくぼみに左手の人差し指のこの側面をこう乗せます。くぼみに乗せるんだ。はい、くぼみに乗せます。でよくあの初めての方って手のひらでこう乗っけちゃうことが多いんですよ。そうかも、うん、でもこれだと後々三振の弦を押さえるときにうまく押さえられなくなってしまいますんで、どっちかっていうとですね少し山を作るような左手と三振で、なるほどなるほど、それか少しまっすぐでもいいです。少しそうです、ね、なんかじゃああんま力は入れないんですか、うん、で力入ってます入ってるで今ケンタロウの例でこう手首がこうクッてなってるんですけど、スッと、あ、うん、スッと、うん、でその場合って肩のここの筋肉を縮めてあげちゃってるんですよ、うんうん、ではなくてストンと落として、なるほど、そのまま指から上に上げて、うん、こういう感じで道具を持ってないようなイメージですか、うんうん、そうそうそう、三振を抱くような、こんなって抱かないですよね、そうだね、うん、そうそう、こう下から抱くような感じで、はいはい、そうです、そんな感じで右手なんですけど、はい、まあ、よくあの三振の胴の横に三つどもえの模様が入ってる人っているんですけど、まあ、そこを目安として少し外側から右手の手首をこう乗せます。外で手首がしっかり動く位置、動く位置、なるほど、うん、これがこう前すぎたりとか、うん、結構きつきつになってなんか脇が締まっちゃりすると、はい、うまく弾けないんで、なるほど、乗せて、なんて弾く感じ、ゆとりのある感じ、ゆとりのある感じです。まあこれが三振の基本的な持ち方ですね、はい、音が変わります。全然違う、好みですね、とかいろんな素材がこうギタリストみたいなのになってるあれかっこいいよね。